ミカ・ユハニ・サロは、フィンランド出身の元レーシングドライバー。妻は、日本人で、元レースクイーンのノリコ・サロ。息子は、レーシングドライバーのマックス・サロ。ハッキネンとの関係サロは、カート時代から2歳年下のミカ・ハッキネンと、ライバル関係にあり、二人のミカとして、才能を比較された。出生地も同じバンター・シマルティン・ラークソであり、 それぞれの成果は道路を一本挟んだだけの近さであった。現在、彼らが少年時代を過ごした、この地域はミカミカランドと呼ばれ、ヘルシンキ市近郊のちょっとした観光スポットになっている。サロは1988年にフォーミュラフォード1600ヨーロッパチャンピオンを獲得。1989年、アランド・キング・レーシングより、 イギリス F3 選手権に参戦する。1990年は、キネンと2人で、イギリス F3 を接見し、サロは6勝を挙げるが、タイトルは9勝した、キネンのものとなる。マカオ GP ではハッキネンが、優勝目前でクラッシュし、サロは優勝したミハエル・シューマイ派に次ぐ総合2位を獲得した。当初、キネンは、 国際 F3000 選手権にステップアップする予定であり、サロも結果的には F3000 にステップアップしたため予定通りであったなら似たようなキャリアとなるはずだった。ところが、ハッキネンが F3000 のマシンのテスト走行を体験した際、そのマシンを酷評したため、ハッキネンのマネージャー、ケケ・ロズベルグが計画を変更。 名門ではあったが存続の危機に瀕していたチームロータスのシートを確保して F1 デビューを決断したのに対しサロは F1 のシートを見つけられなかった上国際 F3000 選手権へのステップアップもできずその後の両者のキャリアは明暗が分かれた全日本 F3 全日本 f 3 0 0 1991年活動の場を日本に移して全日本 F3 に参戦 1992年より全日本 F3000 選手権にステップアップする。3シーズンを戦い、シリーズランキング最高は7位。当時来日し、後に F1 で戦った仲間には、ジョニー・ハーバート、エディ・アーバイン、ハインツ・ハラルド・フレンゼン、ローランド・ラッツェンバーガー、ジャック・ビルヌーブらがいる。サロは、アーバイン、ラッツェンバーガー、ビルヌーブと仲が良く、 プライベートでも行動を共にしていた。この頃、レースクイーンをしていた、現在の妻であるヨシコ夫人とも知り合っている。ロータス、ティレル、アローズ1995年イギリス GP にて、ティレル023に乗るサロ1994年シーズンの終盤戦に、財政難に陥った、ロータス、無限ホンダは、ヨーロッパ GP を前に、 ジョニー・ハーバートの契約をリジェチームへ売却して移籍させ交換の形でエリック・ベルナールを加入させた。ベルナールは一戦のみの契約で翌戦の日本 GP で F1 デビューを果たしたのが全日本 F3000 で鈴鹿を知り尽くしていたミカサロであった。偶然ではあるが8期年とは F1 デビューのチームが共にロータスでカーナンバー 11であることまで共通していた。1995年、母国の通信会社ノキアをスポンサーとして全面大活躍を見せたティレルへ移籍。しかし、1995年以降もマシンの戦闘力は悪くなかったものの、ティレルのチーム成績は年々下降を続け、1997年までの3年間をレース中断で過ごすことになる。 レギュラー初年度の1995年は入賞3回を記録。1996年も入賞3回を記録し、そのシーズンのチームメイト、片山右京を超える成績を残す。そして、1997年モナコ GP では、雨の中タイヤ無交換作戦が成功し5位入賞。この年唯一かつ切れるチームとして、最後の入賞となった。 1998年、デーモンヒルに代わって、アローズへ移籍。しかし、チームに前年検討したような戦闘力はなかった上、マシンの信頼性も前年より悪化。感想すら、ままならない状況であった。モナコで4位に入りペドロ・ディニスと、ダブル入賞を果たしたが、入賞はそれだけであった。予選及びランキングではチームメイトを上回ったが、 特筆するような成績を残すことができず、シーズンが終了。翌シーズンもアローズ残留の予定だったが、1999年のプレシーズンテストに合流した高木虎之介とのシート争奪戦に敗れ、開幕戦直前にチームから放出。そのまま、浪人生活を迎えるかと思われた。フェラーリ1999年イタリア GP にて、 フェラーリ F399 に乗るサロ1999年、開幕戦の直前にシートを失ったサロだったが、この年が F1 キャリアの中で最も注目を浴びるシーズンとなった。まず、ブラジル GP でクラッシュして、欠場を余儀なくされたリカルド・ゾンタの代役として3レースに出場。デビューシーズンで、全くの不審に終わったバーのシーズン最高成績を、 記録する。イギリス GP で、ミハエル・シューマッハが、マシントラブルによってクラッシュし足を骨折。不傷欠場が決まると、その代役としてサロが指名され、フェラーリのシートを得ることになった。その2戦目となる、ドイツ GP では、レース中盤に、キャリア初の首位走行を果たすも、タイトル争い中のエディアーバインを果たすための、チームオーダーを受け入れ、優勝を譲った。 それでも、自身初の2位表彰台を獲得し、アーバインから感謝の印として優勝トロフィーを贈られた。その後、イタリア GP でも3位表彰台を獲得。ポイントを獲得できたのは、この2戦のみではあったが、シューマッハ不在のチームにおいて完璧な代役を務め、1999年のフェラーリのコンストラクターズタイトル獲得へも大きく貢献した。 バーで3戦、フェラーリで6戦の合計9戦のみの出走でポイントを獲得できたのもフェラーリでの2戦のみであったがサロのキャリアの中で1年で一番ポイントを稼いだシーズンはこの1999年であったこのシーズンのスケットとしての働きが再評価され翌年からレギュラーシートを取り戻すことになったまた 高い信頼を勝ち得たフェラーリとのコネクションは F1 から引退した後のレースキャリアでも続くことになる。トヨタ2000年はフェラーリからエンジン供給を受けるザウバーに移籍したが上位でのレースが困難であると判断すると1年でチームを離脱する。2001年には翌年から参戦することを発表したトヨタと契約し、 アランマクニッシュと共に1年間テストを担当した。サロは日本在住の経験があり、日本人女性と結婚していたことから、日本語でのコミュニケーション能力が非常に高かった。このため、F1 に参入したばかりであり、少なくない日本人スタッフが混じっていたトヨタにとっては、非常にありがたい存在であった。2002年は万を持たして F1 復帰を果たし、 開幕戦オーストラリア GP でいきなり6位入賞し、デビュー戦でトヨタに初ポイントをもたらす活躍を見せた。また、第3戦ブラジル GP でも6位入賞を果たしたが、結局このシーズンの入賞は、この2回のみとなった。複数年契約であったとされるが、翌年のシートを得ることはできず、F1 から引退することとなった。くしくも F1 デビューと引退が、 日本 GP という形となった。2003年、PK レーシングからカート4レースに参戦し、マイアミで3位を記録した。ルマン24時間レースにはアウディから参戦。2004年以降は、GT レースに活躍の場を移し、FIAGT 選手権や、アメリカンルマンシリーズに参戦する。オムズでは、リシュコンピティーツヨーネのフェラーリ F430、GT に乗り、 2007年には、チームメイトのハイメメロと共に、オムズ GT2 クラスのドライバーズチャンピオンを獲得する。2008年2009年には、ルマンデも LMGT2 クラスを連覇した。2005年世界ラリー選手権、フィンランドラリーでは、コースの思想を劣を行うドライバーとして走行した。思想業車両にもかかわらず、かなりのハイペースで走行し、地元ファンから、 大きな声援を浴びている。フィンランドでは元レーシングドライバーが、ラリー走行をするのは、稀なことではなく、過去には、ケケロズベルグや、ミカハッキネンラモグラベルを走行したことがある。2010年以降は、FIA GT1 世界選手権や V8、スーパーカーにもスポット参戦しているほか、フェラーリレーシングデーズ鈴鹿2012の際に来日し、 フェラーリチャレンジアジアパシフィック選手権にゲストドライバーとして参戦するなど現役活動を続けている。また、地元フィンランドのテレビ局 m t v さんの解説者やゲストスチュワードとして F1 に関わっている。2018年現在は、ロシアの SMP レーシングのスポーティングディレクターを務め FIA 世界耐久選手権に参戦する。 同チームの運営を担う一方で、同年ウィリアムズから F1 に参戦したセルゲー・シロトキンのマネージメントも担当している。イギリスフォーミュラ3選手権全日本 F3000、選手権全日本フォーミュラ3選手権、F1 世界選手権、カート FIA、GT 選手権アメリカンルマンシリーズ FIA、GT1 世界選手権ヨーロピアン。 ルマンシリーズルマン24時間レースセブリング12時間レーススパ、フランコルシャン24時間レース、ミカサロの息子、ユーは、何しに、日本へに出演するようです。引くみんなで、F1.2021 年10月25日、3日発記年。いつもプレッシャーの中で、レーシングオン1991年11月15日号79ページニュース、出版。 ズームアップドライバー、ミカ8記念 F1 回の巨人を目指して、F1 速報1991年第15戦、日本 GP531 ページシ集処方、八記念が、ロータス入り、ケケロズベルグが強力に推薦オートスポーツナンバー5 7 3百9 9 1年2月1日号、三英処方活動を中止の危機に陥っていた、チームロータス、土壇場になって、 ケケロズベルグの強力なテコ入れにより、ミカ・ハッキネンとオルスト・シュベルが、チームに加入。まずは、チームの F1 参戦は確保されそうな気配だ。F1 速報1991開幕時下前後38ページ1991年3月11日発行部集、処防、バーレーン GP のスチュワードは、サロ。グッパップデート、2013年5月10日閲覧。 ウィリアムズのドライバーたちは、ハングリーだと見かさろうトップニュース2018年1月17日。ありがとうございます。